皆さんこんにちは、ファンケル管理栄養士の鈴木です。そしてこちらが創作料理ファンケル令和本膳にて料理長を務めている板山シェフです。どうも板山です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ファンケルのプラス一品で未病対策学べる健康食堂、4月の未病食材は人参です。その人参を使ったメニュー、人参サラダドレッシングです。板山さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まずは材料です。ドレッシングとしては約10回分程度の分量です。人参1本、黒酢大さじ3、オリーブオイル 100g、 レモン汁小さじ1、塩1つまみ、黒胡椒少々、以上の食材を使用します。密閉できる容器に入れ、冷蔵庫で4日程度保存することもできます。ここで今月の未病ポイントです。人参に多く含まれている β カロテンは皮膚や粘膜を健康に保つ働きがあり、肌の乾燥や肌トラブルにおすすめの食材です。ビタミン C も含まれているので、紫外線対策や体の錆びつき、老化予防にもおすすめです。はい、では始めます。まずこう洗った人参ですね。春人参はですね、みずみずしい人参で、少し皮も薄いので、今回は皮を剥かずに、フードプロセッサーで回しやすいように細かくカットしていきます。こんな感じですね。ベータカロテンは皮にも含まれていますので、できれば皮を剥かない調理がおすすめです。そしてこの人参を選ぶ際なんですけれども、色鮮やかで皮に張りがあるものを選んでください。そうですね。ではフードプロセッサーに黒酢と、お塩を先に入れておきます。この水分でですね、人参を回していきます。まず人参ですね、4分の1入れますね。4回ほどに分けて回していきます。ここが未病ポイントです。ベータカロテンは油と摂ることで吸収力がアップします。また生の人参にはビタミン C を壊す酵素が含まれています。酵素は熱や酸に弱いので、今回のように生で食べる際は酢やレモンなどを加えるのがおすすめです。では、回していきます。これをどんどん繰り返しました。ペースト状に、持っていきます。人参は硬いので、少しずつ入れることで機械が回りやすくなります。もしこれフードプロセッサーとかミキサーとかですね、ブレンダーの類がない場合は、すりおろした人参でも全然対応できるので。さっきよりもふわふわになってきました。そうですね。これで少しずつ油を入れることで舌触りも良くなってまいります。はい、でこれ容器に移していきます。綺麗な色です。そうですね、香りもいいですね。ムースみたいですね。はい、で最後にブラックペッパーとレモン入れて軽く混ぜて味をキュッと締めます。ここでですね、保存するのに密閉できる容器ですね、こういう容器か空いた瓶、蓋ができるやつに入れて冷蔵庫で少し寝かせると酸味が落ち着いて食べやすくなりますので。今回はディップするお野菜をご用意しました。きゅうりと大根とベビーリーフですね。お野菜何でも合いそうですね。そうですね、ほとんど野菜は何でもいけますので、キャベツとかスライスして玉ねぎとかと美味しいと思います。だいたいこんな感じかな。はい、こちらで出来上がりです。完成しました。美味しそうですね。早速いただきましょう。いただきます。はい、いただきます。ディップしてみます。はい、いきましょう。人参がふわふわですね。美味しい。これ野菜を野菜で食べる感じが非常にいいですね。これは何でも合いそうです。ソテーしたお肉とかお魚でもいいですか。油に対してさっぱりする効果ありますので、ジューシーなものには非常に合います。美味しいです。ぜひおすすめです。今月もプラス一品美味しかったですね。そうですね、春の人参とても美味しかったです。はい、では今回も行きましょう。今日も皆様が元気な一日を過ごせますように。せーの、今日も元気にいってみよう。次回の未病食材はアスパラガスです。メニューはアスパラとベーコンのグリーンクリーム煮です。お楽しみに。